釣りガチ勢の皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、16ポンドラインね、約4号、こちらのですね、ナイロンラインを使ってですね、ミラーノットとダブルクリンチノットね、こちらをね、結んでみてですね、まあどちらが強いのかっていうのは条件次第なんですが、一回ねやってみましょう。じゃあね、早速ね、まずね、ダブルクリンチノットね、ご紹介させていただきます。両方ね、縛って引っ張ってみますね。まずね、ラインをルアーのアイとかね、スナップのアイに入れていただいて、もう一回ね入れます。2回入れて、まあ、小さい輪っかができますから、輪っかを入れていただいてね。だから本線に、まあ、下から1回、2回、3回、4回絡ませて、5回目にね、この2つ、初めに作ったね、この2つの輪っか、三角形の輪っかですね、まん丸の輪っか、輪っかの中に、ね、入れます。入れてね、なるべくね、ぐーっと出してやる。引いてやって、このステータの方を引いてやって、からここをね、ちょっと濡らしていただいてね。で、本線をね、軽く縛っていきます。ね、なるべくね、このステイトの方を、ね、引っ張ってやって。で、本線をね、ギュッと引っ張って。で、最後、結び目をね、ルアーの方にギュッギュッと押し込んでやれば、ね、ダブルクリンチノットの完成です。金具の部分が、ね、二重になってます。これと、ミラーノット。今回ご紹介してしようかなと思ってる。結び方によってはね、こちらの方がね、強い場合もありますんでね。この反対側に、ミラーノットと結んでみましょう。非常によく似てるノットなんでね、ちょっとわかりづらいですが、やってみますね。ラインを通して、途中まで同じです。ラインを通して、もう一回ね、アイレットの中にラインを通して小さい輪っかを作りますね。そしたら本線に2回回します。1回、2回回して、この2つの輪の中に入れます。これ入れたら端糸を押さえていただいてね、という感じ。で、折り返してできた輪っかの中に下から指を入れて、ここでね、この輪っかをひねって、さっき糸をつまみます。で、これ8の字型になりますんでね。こういう感じで。失礼。8の字型になりますんで。そのままね、言うと、8線の方ね、引っ張ってやります。で、ここがね、やはりね、ダブルになってるんで、よれてないのを確認したらね、本線。こっちか、本線をね、言うと引っ張って。8線、本線。8線、で、最後ちょっとね、湿らせてあげて、キュッと。で、ミラーノット。こっちのね、ピンク色の方がね、ミラーノットなんで、これとね、こっちにギューッと引っ張ってます。今ね、ミラーノットの方をね、ちょっとお見せしとこうかな。で、これでね、引っ張ってますね。こういう感じでね、結構の割合でね、ミラーノット強い場合が多いんで、こちら側がね、ガチャガチャになって、まあ、ラインの限界に近いですが、もう一回こっちダブルクリンチ。1回、2回、1、2、5回にしよう。5回にして、この輪っかの中に入れて、あとで折り返してこの中にも入れてみようかな。1回普通のね、ダブルクリンチね。
これやられてる方は多いんじゃないかなと思うので、もう一回ね、引っ張ってみますね。今度はダブルクリンチ。ミラーハント強えな。こういう感じか。次ね、折り返した輪の中に入れてみましょう。2回入れて、4回です。1、2、3、4、5回、4回入れて、3回、4回入れて、この輪の中に下からくぐらせる。でこれでね、ミラーノットの方をちょっと落としといて、両方落ちるかな。これで、ミラーノット強いですね。こういう感じ。これね、ちょっとこれ強度見てみようかな。ダブルにして強化チューブ入れてやってみようかな。一回ね、これに強化チューブ入れてやってみましょう。一回ね、ここで切りますね。そしたらね、まあ、先ほどから、ね、ちょっと何回もやりすぎてますが、使用済みのね、先ほどからやってるやつに、8の字で、ね、強化チューブつけて、これでね、ちょっと測ってみましょう。16ポンドテストですから。一回これでやって、新しいのでやってみようかな、その次に。00ね。いい数字が出ればそのまま終わらせますが、14本。で、切れましたね。さすが強化チューブ、強いですね。そしたらミラーノットをもう一回ね、これに結び直します。ここは、伝えさせていただこうかな。結び方だけやってしまいましょう。まあ一回通して、もう一回入れて通して、小さい輪っかを作ってグッと引き出します。引き出していただいたら本線に2回回します。下から2回回して3回目に輪っかを作って折り返してね、2つの輪っかの中に三角形の小さい輪っかを入れます。これね、上から見るとね、右左三角形どちらからで入れてもね同じなんで、こういう感じになりますね。そしたらこのね、できたこの輪っか、ここに牛尾を入れて2本入れて、ここで折り返して、そうするとここで8の字ができます。で、先をつまんでいただいて、そのまま引く。で、こう湿らせて、ここがね、よれてないのを確認していただいて、で、本線と端線をね、順番に引くんですけど、なるべくね、端線をギュッと引いて。で、本線、端線、本線、こう順番に切っている感じね。で、ギュッと。これをちょっと入れるのに時間がかかる。すんなり入るまでカットしませんが、すんなり入らないと時間かかるので、ちょっとカットさせていただこう。あ、今回すんなり入りそう。
ノーカットでね、見ていただければよろしいかなと思って、自分の動画の場合はね、ちょっとこう検証が多いんで、なるべくね、ノーカットでね、ご紹介してるんですが、どうしてもね、結びとかにね、何分も同じ作業で何分もかかってね、飽きてしまうと嫌なんで、たまにカットしますが、なるべくね、ノンカットでやらさせていただきます。ラインは16ポンドね。00。もう一回測りますね。先ほどが14でしたから。超えるか。15.9 いくつ。ほぼ16ポンド。マックスパワーに近いですね。こういう感じ。以上、今回ね、ミラーノットとダブルクリンチノット、ご紹介させていただきました。それではね、皆さんね、チャンネル登録の方ね、一つよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。